なんだこいつ、めっちゃ速いんだけど。どうも、エルザです。それでは、ダークソウル3やっていきたいと思います。今回も公開収録なんですけど、イルシール行くためにいろいろ見てたんですけど、まあ、なんか、鍵となるアイテムが必要。で、一応行ってないところどこかなっていうので、ちょっとここら辺は見たので、カーサス墓地はね、この生贄とかこの辺りやっていこうかなと思います。で、石津の森とか探しきれてないような感じがするんで、ちょっとここから、やっていこうかな。全然わかんないのよ。だからちょっとね、時間かけて探し回ろうかなと。かけらゲットして、こっち関係なかったもんね。いいで、すっげえいい丸太の音するよね、落とした時に。で、多分ね、こっちから行くと、イエイ。おー、この人関係ないんだ。あれ、無視だね。あれは無視しよう。わざわざ戦う必要はないから。で、考えられるとしたら、あの階段の方はデーモンだったっけ？確か。あー、これってなんだっけ、ここ。いるじゃん。いるじゃん。2、3、早い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 。当時だったら死んでるな。うん、確実に言える。フォローの指輪、めっちゃここで探せが見るの怖いんだけど、フォロー、コロー、コロー。ああ、詠唱時間ね。ああいう隠し部屋系探すってこと？ああ、魔術師系。もうこれだけか。なんかすっごい敵の声するんだよなー。ここも違うと。むずいっすな。今日はね、大沼さん出てこないと思う。ちょっとね、調べたのよ。残り火を使うっていうのは合ってたんだけど、なんかね、ボス前とかに出るようになってるみたいで、助っ人みたいな感覚でね。なので、ボス前で残り火を使わない限りは出ない。なんか降ってきた。しかもね、なんかね、必ず大沼さんじゃないらしいんですよ。なんで、あれ、たまたまあそこは大沼さんだったっていうみたいだね。そんな感じらしい。あーはあ。これ進めそうな匂いがするね。なんか匂ってきたね。
なるほどね。本当は上で見つかって叫んでみたいな。よし、危ねえ。強い。次の助っ人渡辺さん。あー、渡辺さん出てきたら面白いな、それは。渡辺さん出てくるかな。渡辺さんだとね、時期が時期だったら怒られてる名前だからね。だって。あ、ここ、通れたんだ。じゃあ本来はこっちから来て、だったのかもね。なるほどね。あー、これは騙しだね。あー、よくできてるわ。刺激で倒せんのかな。落ちるね。ああ、はいはい。いやらしい配置してんね。この辺りは関係ない。あ、でも、新しい目っていうか、ルート見つかったっぽいね。これは、下の階か。おー、なんか、お墓感がすげえ。え、なんでこんなに開けてん？あー、なんかボスっぽい感じしね。使ってみよう。あっち入り口。あれ？ボスじゃないのかな？今見た感じ。ね、城の召喚のやつはないもんね。あ、じゃあ、使い損か。いや、ボスだわ。そういうタイプね。ガンガン削ったがいいタイプだね。こっちとら。いいヘッドホンをね、つけてるからね、一応ね。いて。あー、分身か。やば。紫だね。紫放ってるやつ。おい、もう一発。よーし、倒したー。これはもう カーサス言ってた回があったかもね。じゃなかったらこんなに楽じゃないかも。
まあ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 。あっけなかったね。ね、残り火使ってるんで。なんか来そうな気はするけど。必ずボス戦前に白い召喚があるわけではないんだね。それとももっと手前で見つけれたのかもしれないけどね。あ、おねー。光る、あー、光る大事なんだよねー。はー。あ、全然違うね。ちなみにこっちは？ああ、挟まれるんだ。ゴリ押し。もうゴリ押しだね、今のね。ああ。いいね。ああ、あれ、多分最初の方の、いや、でも一緒のところなのかな。ああ、これ、後ろから行くか悩む。うん、ゴリ押しできるっていいねー。うん、特には？ああ、通路だね。ああ、で、いいか。早くない？なんか降りれる。あれ？なんか人いない？気のせいだっけ？ああ、敵だねー。いてーし、そういうやつか。ああ、しかも。相打ち。なんだこいつ、めっちゃ早いんだけど。いや、何も出ないのか。ちなみに、人型だから出ないよね。よし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 。でも1号あるんだよな。お、位牌、やったね。あ、まだいるわ。ああ、繋がってんだ。ルートいろいろあるんだね。
おお、何？ぐひ。あー、パリーは無理。お？うわー、マジかー。普通にやったら早かったわ。お、なんか落とした。クボの盾。って感じだね。そしたら、レベル上げよう。人型は出てこないだろうから。次は？あ、ギリ足りたね。どうしよっかなぁ。で、位牌はくべよう。あ、遺骨か。ってことは誰か渡せるね。位牌だと、おばあちゃんかな？ほい。新たな品がね。はいはい。で、何が増えた？モーニングスターとかかな？そうだね。そのあたりっぽいね。はいはい。コロー。コローもだな。流刑人か。ここら辺増えたね。わー、結構ごつい感じで。あとはボス倒したから、何がもらえるか。これか。試験。あー、レビア系みたいなもんか。ちなみに魔法も使えるわけだね。まあ、取っといて、そのまましとこっかな。そしたら、ちょっと今回早いんですけど、一旦、ここまでにしようかな。で、ライブの方はもう一本したいなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。